チューニングです。今回はですね、ピストンのヘッドを鏡面にしたらどうなるのか、どうなるのかっていうのは、つまり受ける熱の影響ですね、これの差を、調べていきたいと思います。これが非接触型の温度計と、24.9 ですね。でこれを、バーナーで炙っていきたいと思います。20秒ぐらい炙りましょうか。33.4、 29.7、 26.1、 25.9、 26.2、 26.3、これは20秒ぐらいですから、炙った熱がですね、もう触れるんですよね。ピストン全体に熱で引けてってるので、もうその一番最初の瞬間の数値、これを参考にしたいと思います。はい、鏡面化終わりました。600、800、1000、でコンパウンドとか、そんな 赤棒とかそんな感じですね。はい、じゃあこいつの温度 26.7 26.3 25.7 26、まあ26くらいですかね。どうなんですかね、これね。こういうのをやるときに物を映すんですかね。どうなんでしょう。鏡面って写真なり、カメラってこう映しにくいですよね。本来はですね、ここまでやる必要性というか、やるあれじゃなかったんですけど、もう磨いちゃいました。なんでかっていうと、この動画を撮りたかったからです。ですね、ホンダですね、ホンダのなんか、もう何年も前になりますが、新しい技術として、排気バルブを鏡面化するっていうのがあったんですね。で、そんなのね、我々チューニングの世界はな、当たり前だよって思ってたら、理由が違った。僕がその磨したのは、その流れが良くなるとか、カーボンがつきにくいとか、そういった話だったんですが、ホンダさんはですね、表面積が少なくなるから熱の影響を受けないという、もうエンジンにとっても革命的な視点からの新技術だったんですね。で、2サイクルなんていうのはピストンを冷やされないで、ピストンがアルミですから膨張して焼き付きやすい。このピストンヘッドを磨いたら圧倒的に焼き付きにくくなりました。で車の方もですね、これ NSX ですね。で、昔、ガンさんがサーキットでこう何台かの NSX 集めて走るとかいうビデオを見たんですけど、最初は早いんですけど、オーバーヒートだったりノッキングを感知してリタードしたりして、だんだん遅くなっていくっていうね、そういう映像を見ました。なんで要はノッキングをしないように、そして水温、油温が上がらないようにすれば、一番調子のいい状態を維持できるのではないかということで、今回磨きを中心としたチューニング、
を行っております。それで、ここまで磨い NSX でここまでノーマルからここまで磨くとどれほどの差が出るのかっていうのをやりたいので、こんだけ磨きました。とすいません長々と話して、じゃあ早速ですね、また20秒、28.6、26、はい、ノーマルの時の温度を忘れちゃいましたね。ちょっとあの後で見返して、まとめてみたいと思います。はい、数字をまとめてみました。常温での温度差もありますから、その温度差を数字に出してみると約3度、3度ちょっとですねの差がありました。この差がエンジンにとってどれぐらいの違いがあるのか、これは僕は大きな違いだと思います。磨くだけで熱の影響が受けない、そしてですね、本田さんの発表曰くカーボンが蓄積されてもその性能は落ちないそうなので、これによって、ノッキングを防ぐ、そうすると点火時期も早めることができる、水温油温も安定する、そうするとサーキット走行でも性能が維持される、こういった形でですね、磨くという行為がエンジンにとってどれほどすごいことなのかがこれで証明できたのではないかと思います。